今回は仮面ライダーシリーズに出演した女優さんのグラビアが話題のスレです。話題になっているのは今年8月に放送終了した仮面ライダーギーツにガナハサエ仮面ライダーロポ役で出演した小貫里奈さん。映画版にも同役で出演されています。最近は仮面ライダーシリーズを見ていないので、なんでこのデザインでロボなんだろうと思ったら、ロボではなくてロポなんですね。小貫里奈さんは茨城県出身で、2001年5月29日生まれの22歳、身長170センチ、股下83センチというすごいプロポーションをされています。2017年に10代をメインターゲットにしたフェス超10代の超10代オーディション2017で1万5000人から選ばれグランプリを獲得。 CM 出演やグラビアで活動しながらテレビドラマにも出演されています。まだゲスト出演が多く、仮面ライダーギーツもレギュラーではなく、17話から24話の乖離編デザスター編への出演です。また小学校2年生から始めたバスケットボールは高校まで続けていたそうで、小貫里奈さんが通っていた高校のバスケ部は茨城県内でも強豪として知られているそうです。その経験を生かして現在は B リーグの3部にあたる B3 リーグ東京ユナイテッドバスケットボールクラブの公式 YouTube で MC 兼広報大使を務めています。今回話題になっているのは10月16日に発売された小貫里奈写真集空までもっと高くから公開された写真です。ムクです。名前教えて。小貫里奈、ここが手首です宣言してるようなものだよな。それが逆にエルい。肩幅すごいな。髪縛った方が映えるなこの人ら。こっちのがよくね。ムクレスだろうけど、ノームクレスでもわからなさそう。いや、手首の位置おかしいだろ。股間美な。小貫里奈さんは双子で妹さんがいらっしゃいます。高校まで一緒だったという妹さんとのツーショットなどはお二人のインスタグラムなどで見ることができますが、それを見る限りかなり身長差がありそう。なんとなく双子は体格も同じくらいというイメージなのですが、小貫姉妹の場合、お姉さんはお姉さんっぽいし、妹さんは妹感がとてもありますね。小貫里奈さん、グラビアではそこそこ際どい水着を着用していたりしますが、グラビアモデルというよりファッションモデルのようなプロポーションです。12月からは舞台呪術廻戦京都姉妹校交流会騎手雷道に出演されますが、180センチの長身アイドル高田ちゃん役ということで、小貫里奈さんにはぴったりの役、とても舞台映えしそうです。清楚な印象と抜群のスタイルで今後大きな飛躍をしそうな女優さんですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは厳選した美女の話題を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。